いや、僕、ガミさんの方だと思うけどね、初い手や、がね。所定はね、ハだいグリぶささん、んまよっりは、ぱらかデスと思ノうラんのです方がやよ。りやすいいや、かマなジでプとテは思っ君ちゃまうんずだよとね。し、位置関係で。頑張りますか。仕事の話になるんですけど、僕、その仕事が、オーラまとめど。キッチンのゴミ箱。ありがとうございます。やばまいね。今日はボタン入ります。おお。昨日竹尾さんいないからボタン全然入らなかった。えぐか。そうなんだ。偉大です。そうそう、普通のね、お仕事と違うわけですよ、僕って。皆さんが思っている仕事とは違うんですよ。音楽ってね、なので、見てやる。本に気がいいな。ほら、ほい。おい。伊豆さん、所定歴いたね。で、バイタルのドアが閉まってたんで、最後まで。僕が最後開けてるんで、バイタル方向には行ってないのだけは言えます。メインか石油に行ってると思う。はい、石油は、わかんない。キッチン方面に行ってたら、多分俺より先に抜けてるから、わかんないけど、石油で俺はテープタスクをするまで行ってて、エレキからそこまで見てないかな。伊豆さんの最終死因が停電の前後どれぐらい？まあ、結構前ですね。停電よりも全然前。ガチ初手っすよ、多分。メインで除染と暗室タスクしてエレキを置いた時に、伊豆さんが、左側に行く伊豆さんとすれ違ったっていう時系列。いや、一応キッチンにハイブリ停電後には入っているので、でもその時はいなかったなっていう感じ。あったの藤宮君ぐらいかな。僕がキッチンから最後石油まで抜けてるんで、キッチンには来てないです。はい、キッチンにいて、キッチンに行ってなくて、藤宮が最後テープタスク終わった時に藤宮が俺の上をいるのが見えてたんで、まあ、藤宮エレキとかでキルが起きてる場合でも間に合わなそうな気がするかなって感じかな。じゃあ無理そうだね。今回停電直した人僕からも発言する。あ、いいですか。はいはい。僕の動きが今回貨物ラウンジアーカイブメイン最後エンジン入ったぐらいで、ハイブリさんと一緒に会って終わりなんですよ。で、メインでは全く何のタスクもせずにシャワーエンジンは突っ切ってて、伊豆さん会ってないで、会ったのが誰だっけな、ゲン畑鎖国だけです。はい、で主張ね、会ってます。原畑佐子は貨物ですね。畑さんが、配電盤直してくださって、私はバイタルの方を見に行こうと思って、バイタルかのドアを開けておしまいです。はい、ただ勝ち合ったんで、勝ち合った自覚ある人はいます？伏見が最初に一番右を上げて、真ん中に出た人がいたのを確認して離れてます。はい、遠方から。一応見てるかな。僕は見てたけど、なんか4箇所上がったの見た。うん、鬼木もキルは無理だと思う。藤宮の後ろにいる感じになってる。あとハイブリさんって最後はエンジンなの、キッチンなの？最後はエンジン。停電直後はキッチンに行ってます。停電直しに行こうと思ったら、キッチン入った時ぐらいに直って、で戻ってエンジンが最終です。テープタスクにいなかった。ごめん、テープタスクにいなかったからね。アップロードはまだダウンロードしてないと思うから厳しいと思うんで、メイン行ってると思いますよ。原始点プテさんは結構怪しい位置になってますんで、まあ、シャワーアーカイブって私が走った時にプテさんが逆走されて、そのタイミングで停電が始まったって感じです。はいはいはい。ナイス。結構大事そうな情報あるから、押しました。
シャワーとメインボタン、メインボタンじゃない、メイン扉開けたのが僕なんだけど、エンジンメイン管は開いてました。まあ時期ミスだと多分そうなると思う。メインに行ってて右に来てない主張だと思うから。うん、伊豆さんってどこ脇なんだ、メインか。多分メイン脇ですね。僕はキッチン脇で、もう僕このゲーム中全部キッチン脇で、もう左下にタスクがないから、即エレキに行ったらすでにエレキにいたから、はいはい、多分メイン脇で下行ってる。俺メインに伊豆さんと湧いたっけな。まあでも乗船してるから分かんねえか。いやめっちゃ早かったですよ伊豆は。その僕がキッチンからガンダで右行った時にすでにもう勝ちタスクにいたから、うん、じゃあ、ね、ちなみに、ちなみに今エンジン脇だったんだけど、あちゃん貨物もあるかな、宿舎の扉も全部開いてたから、伊豆さんこっちに来てるかなと思います。あ、宿舎は全部開けたのはガミと工藤さんで、はい、ガミから工藤さんの城は出せます。工藤丸さんからガミさんは？は無理です。ああ、まあまあ、ハイブリさんの経路と被ってるかどうか分かんないけど、伊豆さんが宿舎に抜けれるかどうかが今分かってないんで、多分俺は初手が宿舎脇だったので、初手にもう2人上がってきてるはずだから、そっからは分かんないよ。うん、じゃあ白出せないと思います。伊豆さんは、メインでタスクをせずにエレキに降りてる人物になるので、まあ、ワンチャン貨物脇もあるかもしれない。伊豆さんごめん、貨物脇だよ。あ、まあ、貨物脇は間に合う。貨物からエレキ行ってんだね、うん、僕が貨物脇で伊豆さんも貨物脇で、伊豆さん下だわ。じゃあメインでタスクしてるか、エンジン方面に行ってるかっていう感じなのかな、きっと。エンジンはでも最後俺がいる、まあその場合は容疑者の人がね。いや、先に抜けてると思いますよ伊豆さん、その場合は。あ、だじゃあ宿舎前とかやったら工藤君、だって僕は貨物で金庫給油やってるんで、伊豆さんその間に勝ちしかやってないんだったら、僕ミーティングとか金庫までは全然いけると思う伊豆さん。工藤さんがやってたらガミまで人外です、うん、ガミがエンジンルームで湧いて、上でダウン、宿舎前でダウンロード、金庫室でタスク2つやって、ミーティング登って、ボタン前の工藤さん見て終わりなので、で工藤さんも最初金庫いましたから、工藤さんは殺す位置ないです。藤宮、もう一回だけ配電盤情報言ってもらっていい？俺が見たときは全部下がってて、一番右だけ上げたときに真ん中が一緒に上がって、俺はその後触らずに席の方に抜けてる。ああ、そうなんだ。藤宮はね、切れないよ。切るはできないと思うな。手番の前で藤宮と僕一緒になったから、うんうん、でその後目安に右から2番目が勝ち合った印象だから、もしかしたら伊豆さんいるかもしれないです。わかんないけど。おお、そうです。僕の配電盤的には勝ち合った人が確実にいるんで、右から2番目の人で、だから、あ、僕触ってない。でもし伊豆さんが触れるんだったら証拠右になるから、証拠右で切れるんだったら神さんとかになってくるのかなって思いました。いやでもその場合ってプテの証言がおかしくなるから、扉を開けてるから、プテはメインシャワー管とアーカイブシャワー管、扉を開けてるって言ってたから、伊豆さんがそっちに流れてるのが変になるから、うん、まあ、それはない。伊豆さんが言ってるのはもう展望ぐらいしかないし、視点はね、うん、展望だったらあるかもしれないけど、その場合は藤宮と鬼木の二人外になっちゃうかなっていう感じなので、それよりはメインの方に行ってそうだなっていう印象だけど、どうだろう。なるほど。確かに。ちなみに、あとハイブリさんは目視点はできるんだけど、うん、あのタイミングでエンジン左に通過してないと、ハイブリさんがエンジン左から来るのは僕は確認してるから、そうだね、まあ宿舎側の方が僕は濃いと思ってるから、ガミさんの方が濃い。ね、一応経路的に言うと、エンジン右側にプテ君がいて、キッチン側に鬼木と藤宮くんがいる間に俺がいるのね、うん、武器コミューエンジンの左っていうの形で、なんでそこに伊豆さんが入り込めればっていうぐらい、俺に関しては。でもそれだったら普通に、まあ、プテくんか、藤宮武雄の陣外の方が見やすいかなと思うんやけど、俺間挟んでるし。ただ貨物から湧いて、うん、エレキで勝ちやった後にメインに上がってるとして、メインにタスクがないってことはほぼないと思うんで、メインでタスクはすると思うんですよ、うん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 、タスクせずにメインエンジン宿舎ミーティングまで貨物脇で行くと僕正直思えないんで、なんかメインで普通にタスクとかしたりとか、エンジンでタスクとかしてそうだなって思うから、まあ、やっぱプテが一番怪しいよね。プテとかハイブリさんとかが容疑者になると思うんだけど、俺に入る、ハイブリさん、一応さんの弁当はないんですか。貨物で停電直してから貨物弁当でシャワー行ってみたいな、まあ原産から否定されるはずです。ああ、うん、なんかそのプテがハイブリさんを怪しまない理由がちょっとよくわかんないなって思っちゃったけど、経路でハイブリさん、エンジン左側に行かないと思った僕は。メイン左側空いてるんだよ。メイン左側空いていても宿舎側に普通
くと思うけどボタン押しにと思っちゃったけど。で貨物分けでタスクせずに行くかなって思っちゃうね。いやメインではいないから、まあ、か自然だけどね。これどうする？まあ僕が行って怪しむのはしょうがないけど、ハイブリさんよりは全然ミーティング側の方があると思っちゃったけど、エンジだってコミュ側から来るの僕見えてんだもん、ハイブリさんが。あと片手間言っとくと、一応ハイテマあんちゃん俺が右に触ってる可能性もあるかもしれない。ブテブリカミさんぐらいですかね。ハイブリさんについてはちょっとなんかおかしいなとは思うところはあるんだよね。どこが？僕も毛色が怪しいと思う、ハイブリさんは。え？何かミスったっけ？あら、死んでた。あ、うん。ごめん、これは。ハイブリさんかもしれん。工藤さん直近で見ててメインのコミサボ中にメイン真ん中から右に行く工藤さんを見てて、ハイブリさんがそこにシャワー側に僕置いてきてる。そうだね。経路だけ言うとキッチン、石油、エレキ、メインでシャワーの勝ちって感じです。やってるタスクは写真と勝ちのみ。まあ、クドさん行けてメインシャワーぐらいだと思います。俺はクドくん会ってないけどね、うん、まあ、パチンしてる時に抜けたんだったらアーカイブまで視野に入れてもいいかも。アーカイブはガミが行ってて死体はないです。宿舎前脇にヌーンで飛んでアーカイブで本タスクで最後シャワー降りてハイブリさん見てます。うん、他に無理って言える人とかいないんですか？富士宮は無理だし、富士宮目線は多分僕が見えてないか。ミーティングに最後登ってて、宿舎下と右のドアを僕が開けて登ってます、最後。ちょっとあれだと、畑も大丈夫だと思います。アップロードです。先輩。初手に関して、伊豆さんキルで、畑祖国のその停電の勝ち合いの部分で、だけが俺引っかかってるのね。そこが、クリアできるんだったら、俺とプテクのローラーで全然いいかなって思う。俺は、初手キルだったらプテクの方が怪しいと思っているし、今のも俺に塗られている感じがするから。メイヤさんはどこら辺？あ、俺は今あれコミサバ直してますね。あ、オッケー、じゃあ大丈夫そうだね。確認したいけど、どうやら、それ勝ち合いが仮に証拠右であったとしても、うん、プテちゃんが死人を隠していることになるから、プテちゃん人外でいいんじゃないですか、多分。ちょっといい、ガミさんは、うん、ガミさんは大丈夫？アーカイブですよ。アーカイブか。だからアーカイブが抜けてる場合はガミさんも一応容疑者になるってですね。うん、ただ僕に白出せるのはハイブリさんしかいない。そうだね、メインにはいるから俺。僕シェリフです、金庫にいます、うん、なんで、はい、まあプテブリ、うん、ローラーでハイブリさんの方から、うん、金庫って金庫室ですか？反応が証拠右 A の反応がなさすぎるかなとは思っちゃう、うん、そう、プテに殴られててもあんま反応がなくないですか？うん、いや俺自身で言うと、いやだからまず今回ローラーを飲む話をしてて、畑迫君に藤宮君の、人外がないかどうかの確認を先にしてるよね。まあ鬼木からシェリフがあったんで今は言ってないけど、うん、いや僕、うん、ガミさんの方だと思うけどね、初手がね。初手はね、ハイブリさんよりはバッテラの方がやりやすいかなと思っちゃうんだよね、位置関係で。また行きましょう。また行きます。さあどうだ。うん、さあどうだ ということはマットですか？です。なるほど。いや、もっと反論した方がよかったかな、うん、ここで無理やり1キル起こせば、うん、プテさんが、え、だって今イズクドを死んでハイブリさんで持ってきて 4人死んで7やから、うん、1人切ったら6人2人外盤面、いける釣られて、あ、釣られて5人1人外か、うん、あ、藤宮死んだ。ほいほい。宿舎前です。宿舎前、今ドア来た人誰ですか？あ、ゲンガー開けました。あ、鬼君は連れてかれてるね。あー、ガミさんどこにいますか？今ミーティング奥です。誰か見てる？見てない。
パッとプテさんでいいと思います。原始点プテさんしか切れない位置関係でした。一応立ってるお肉と横に立ってるプテさん、証拠左で入力してるであろうアルマさんっていうのが見えてます。ヌー乗ったのアルマだよね。ヌー乗ったのは僕で、パタサコに白が打てて、はい、今ドアが開いた瞬間ボタンがレポートが入ったから、うん、そうね、ガミゲンです。じゃあガミゲンは、ね、待って、ガミゲンってない？いや、てかそもそも原産が切れないかな、ドア開いた瞬間。てかチェキが原産が切ってるのを見ないとおかしいですね、実して。てかまあ普通にプテだと思いますけどね、うん、そのハイブリさんがマットなのとしたらめちゃくちゃプテっぽく見えちゃうかな。で、うわ、プテがインポスターの場合どうなんだろう。ガミさんってインポスター薄くなりそうだけどな、さっきの。てか全キルプテさん普通にあると思うんですよね。2キル目はプテさんが最終死人だったと思うんで、うん、まあ、プテはつい、俺はやられましたわ。タスクちょっときついっすかね。俺はいけそうだけど、いや、生きるか。トントン、結構、まあ、マットは落ちてる。エレキのガチャガチャがまだ、1分半あればいけると思います。まあ割とアルマ神は弾けるかなって感じかな。手が単品ではずっと無理ですよ、俺も一応。あ、議論の話ですね。アルマはかなり白と思っちゃうな、議論でね、不死身とのあれとかで。でガミさんもプテにめちゃくちゃ塗られてる位置だから初手キルで、うん、今プテアルが2ローだったら私もいや、そうだからね、僕は銀さんが実施点は結構白い。あ、そう、お互いに思いますね、それはね、うん、あ、そうなんだ。じゃあ畑さんか。いや、わかんない。おや、おや、うん、どうだ、これ全部プテさんがやったんですか、キル。はい、あ、全部外れ、あー、はい、遠かんない。またおやおや。ちょっと厳しそうだけどね。どうだ。これは良さそう。頑張れ。頑張ってくれ。メイヤーは切らずに頑張れ。動き的には。この人やな。おお、遠い。はい。あれ。うわー、ゲンさん死ぬか。死ぬわ今の。ゲンさん死ぬか。え、コミさんも直したんですか。コミさんも直しました。え、30秒経ってたんだ今。いや、めちゃくちゃいいじゃないかな。今宿舎前の扉も全部開けて、エンジンコミ通路も全部開けて、まあコミ入ったら、コミ入ってキル通ったら嫌だなってので優先的に直しに行ったんですけど、ハタサコ白っぽいわ。ごめん、ちょっとさっきのあれ変える。ハタサコだったら別にコメサボ行ってじゃなくて、俺ミーティングにいんのあれだから俺切ればいいもんな、うん、今この死体がデーンってなるまでコメサボ直した人とボタン押した人白いなって思ってたんで、ハタサコ白、もっと言うとガミさん、ガミさんじゃない、ゲンさんと2キル目かな、うん、展望デッキでダウンロードしてて白取ってて、そこでお互い切ってないので、それで白だと思ってほしいですね。メヤさんがコミサバ直してたんですかね、確か。うわ、これ どっちだ。ごめんね、アルマン白っぽいなと思ったし、ガミさん白っぽいなと思っちゃったんだよな。ガミさんになるのかな。じゃあガミさんになるの。もう話でもゲンアルは白っぽいって言ってたよな、うん、あれ、あのね、さっきのあの状況ってヌーンが左にあって、で、アルゲンで、まあチェケは僕は見えてなかったけどチェケとしたいってなってたっぽいんで、うん、まあ僕だったら3したいワンチャン狙える場面だからキル取ってもいいかなって思う場面だったから、ゲンさんはかなり白いなって勝手に思ってました、さっきのターン。あ、なるほどね。そう、ヌーンも左にあるし、初呼吸直してドア閉めもできる状況だったから、ここはワンチャン狙いに行く場面だと僕は思ったから、ゲンさんが白いと思って。なるほど、多分そこでお互い白だと思う。ボタンってあるの。僕は普通か、これもあった気がするけど。
うわむずいな。これマジでむずい。ちょっとわかんねえ。マジごめんわかんない。ごめんマジでわかんない。えどうしよう。畑さこに任せるわ。キップでもう一回話してもいいと思うけど、ガミさんになります。ちょっとタスクは終わります。終わんないです僕は絶対に。あガミさん。と5つガミさんで。これだわ。大丈夫これ。アルマはない。けどだ。まあ、確かにアルマは白っぽいよね。ゲンさんとの白白のラインが強いと思う。うん、ガミさんもでも俺プテにめちゃくちゃ塗られてるから白っぽく思っちゃったけど。うわあ惜しい。大斉藤。合ってんだ。マジかよ。素晴らしい。いや名旗普通に合ったからな。いや俺目線あるまま。いや旗さこはね白く感じたよね最後は。直した俺に任せないでください。最後。白色。昨日上がってたのに。うわあ惜しい。急に名旗否定できないから自視点。でなんかその初手の伊豆さんがプテがさガミさんが容疑者になる議論をしてたから。めちゃくちゃ神さんは相方意思としてなんか成立しなさそうだなって思っちゃってたから、はい、うわでも僕ゲンさんしか切ってないんで、うん、ああ、ね、自分だったのと神さんが相方だというのを忘れてましたあの時は逆にそれは強かったですね。意図せぬライン切りが。じゃあ次行きますか。はい、はい、お願いします。お願いします。